エポルカスイ女子くん疑惑。こちらですね、結構前からまことしやかに噂されているのですが、ポルカ先輩がですね、最近様々な配信でこよりこよりと言っていることが噂されております。まあ、例を挙げますと、モンハンの自分のキャラの声や、あとはゲーム内に出てきたホログラムとかですね。はい、でこれですね、もしかしてポルカ先輩ってコヨリニウム中毒者になっているのではと。コヨリニウムを摂取しすぎたことによって、もう何もかもがコヨリに見えてしまう体になっているのではないかというふうに噂をされている状態でございます。モンハンの声は、コヨもさ、どれにしようかって結構悩んだぐらいだったので、似てない似てないなって。似てたらね、その声に声もしてるもんね。ね、似てないかなーと。そうかそうかってなりまして。でも他にもですね、これはめちゃくちゃ嬉しいことなんですが、自分のね、朝配信の最後に、この後あそこよやってるから見に行ってねーみたいな感じで、あそこよの宣伝をねしてくださったり。おー、もう優しい。これはでも優しい先輩だから、もう、こよりニウム中毒者。まあ、そういうわけでもないかもしれない。ということで、ちょっとお恥ずかしいけれども、これは、取材をしてみるか、と。でもこれなんかちょっと本人が、あなた、もしかしてこよりのこと好きですかって聞くの、ちょっと恥ずかしいなーって思ったんですけど、まあ、でも、朝こよ、やらずして、何が朝こよだと思いまして、本人に取材を行ってまいりました。こちらでーす。ん？あ、こよりニウムね。あれね、やばいよ。え？やってないの？え？いや、そんな、噂だろうが。こよりニウムはいいぞ。まさかあれを体験していないのか？いや、そんなはずはあるまい。こよりニウムを摂取したら一度も逃れることはできない。そう、あれがなければ私はもう生きていけない。あ、ん？ああ、気づいちゃった。この記憶は消さなければいけないね。え、どういうこと？コヨが寝るときもすでにですね、まだやってて配信を。その配信が終わった後に夜中に撮ってますね。4時50分に撮ってますね。深夜テンションで撮影してくれておりまして、よりちょっとやべえ感じになっているんですけども、間違いなく、ポルカ先輩は、女子くんでございました。女子くんの中でも、決まりきっている女子くんだということが、わかりました。ありがとうございます。まあ、ちなみに今、やってないの？こよりニウムというふうにね、言っておりましたが、今この朝こよを見ている皆さんはね、もうやってますんでね。はい。今、こよりニウム決まってますんで、ここから逃げることはできないですよ。そんなことないです。ぜひ安心して見てください。はい。ということで、続いてのニークはこちらです。